はい、それではですね、今日もカメラのお話をしていきたいと思います。今日は2019年の11月1日。さあ皆さん、今日は何の日でしょうか？そう、今日はソニーの α6600 の発売日でございます。はい、というわけで今日はですね、α6600 の発売日ということで、僕は買っておりません。はい、だけども今日は僕はソニーのアルファのいいところをですね、ひたすら喋っていきたいと思います。もう今日はカメラおじさんが自分の好きなカメラメーカーのいいところをね、カメラのいいところをね、とにかく話していこうと思います。はい、ね、こんなんでいいんでしょうかね。まあいいや、俺ら行ってみましょう。はい、で、僕が今使っているカメラは主に α6500 を使っています。はい、それプラス α6000、 そして NEX5R といった3台の、ソニーのミラーレス E マウントを使っています。はい、まあ、買った順は NEX5R、α6000 を合計3台買いました。はい、今手元にあるのは1台ですけども、1台買って壊れて、また1台買って、そしてサブカメラでもう1台買って、で1台が壊れて、で次に α6500 を買ったっていう感じでございますね。はい、というように、もうね、かれこれね、6年ソニーの E マウントを使っております。はい、その中で僕が使っててやっぱね、いいなと思うところをね、お話ししていきたいと思います。はい、今日はもう僕のただのおしゃべりなんで、字幕とかも言えません。垂れ流していきます。はい、それでは1つ目、とてもね、コンパクトですよね。とても小さくまとまってます。これね、 α6000 なんですけども、にシグマのね 60mm つけてます。こんなもんですよ。ちっちゃい。そしてもう1つ、オートフォーカスが異様に早い。いやーね、α6000 を使っている時もすごく早いなと思ってたんですけども、 α6500 に変えてから、いやーね、びっくりしますよね。めっちゃくちゃ早いっすよね。だから僕あんまりね、このメーカーのカメラを使っていないので、まあ一概にね、こっちがいいとか、こっちが早い、オートフォーカスが早いとかって言えませんけども、いろんなね、カメラレビューとか見てますと、やっぱり違うなとは思いますよね。細かいスペックとかはね、言わないですけども、僕の感じている部分をね、バンバンと言っていきたいと思います。はい、オートフォーカス輝いてました。次に、あとはね、いい意味でですよ、いい意味で節操がない。とにかくこのコンパクトなボディにいろんな機能をぶっ込んでますよね。いいか悪いか別にして、もうとにかくぶっ込んでますもんね。だってね、α6500、あの小ささでボディ内手ブレ補正が入って 4K が撮れてね、めっちゃちっちゃいっすよね。どっかのメーカーはね、要は手ブレ補正とコンパクトさっていうのを両立できなくて、APS-C のカメラにね、手ブレ補正、ボディ内手ブレ補正を入れなかったメーカーがありますけども、このソニーはコンパクトさを追求しながらも、そこに手ブレ補正をぶっ込んでるっていうね。そして 4K も撮れるし、まあ何でもできますよね。でオートフォーカスも異様に速い。ね、そしてだってね、 α6400 らは動物の目にもオートフォーカスがあったりとか、瞳オートフォーカスがあったり、そこからずっと追っかけていくっていうね、リアルトラッキング AF とかも
とにかくぶち込んでくる。そしてアルファ6400からはチルト液晶になったりとかしてね、はい、でそれでアルファ6600でボディ内テブレ補正が入ってチルト液晶でコンパクトさがあるっていうね、うん、グリップもねアルファ6600はだいぶ大きくなりますのでより撮影しやすいと思います。だけども僕としてはまあコンパクトさをソニーは追求してほしいなと思うのであんまりグリップどうなんだろうな。確かに動画を撮っている時はねあんまりそのグリップっていうのはねあの小ささを感じないアルファ6500ですよ、うん、だけどやっぱり写真を撮ろうと思った時にはやっぱりグリップ欲しいなと思います。うん、その違いって大きいかなと思うんですよね。動画ってねあんまりねこうあのファインダーでこう見ないからねあんまりグリップってこう感じないんですけども写真を撮ろうと思うとねやっぱりファインダー見た時に小指余りがね結構ねあもう一個欲しいなとかあもっと引っ掛けたいとかっていうふうに思いますからね。うん、だからアルファ6600でグリップが大きくなるっていうのはまあねすごくいいことですよね。うん、あともう一点これね結構ねあれですよ、いいですよ、うん、サードパーティー製のレンズがとても豊富です。そう、純正以外のサードパーティー製ね、うん、例えばシグマとか、うん、最近はタムロンさんもねいろいろ発売し始めましたね、うん、そして中華製のレンズね、うん、中一工房とかあと七光晶とかあとラオアとかねカムランとかもありますもんね。あの辺のね中華製のねサードパーティー製のレンズがすごくいっぱいあるのでまあねマニュアルレンズを使いたいそして安く抑えたいっていう時なんかはサードパーティー製すげえ良さそうですよね。僕もね1本欲しいなとは思ってるんですよマニュアルレンズ、うん、ね、そういうことねあの高級ラインでねねもちろんカールサイズもありますしね。だからレンズがやっぱ豊富ですよね今ね。フルサイズも APS-C も含めてね、うん、でそのままレンズのお話でいきますとAPS-C アルファ6000系のカメラのレンズ要は APS-C の E マウントのレンズはですねとても手頃なお値段ですよね、うん、僕が愛用しています今使っているのがシグマの今日は 30mmF1.4DCDN こちらも3万半ばぐらいの3万3、4、5000円ぐらいで買えたりとか愛用している 16mm の F1.4DCN こちらもね4万円ぐらい、うん、でこれねもう発売からだいぶ経ってるんですけどもシグマの 19mm、30mm、60mm の F2.8DN こちらね最近ちょっとねなんか値上がりましたけども僕買った時はね新品で12,800円ですよ。でオートフォーカスが使えてシグマのアートレンズですからねっていう風にめちゃくちゃねお手頃な値段で買えますよね。でよいしょ僕のねねこれですよこれ分かります。はい、もうね、もう誰もがソニーの APS-C の E マウントを買ったら誰もが持ってるであろうですね 50mm の F1.8 これだって2万8000円ぐらいですからね今3万円ぐらいで買えてしまう単焦点これはだいぶお世話になりましたね。これで手ブレ補正入ってるんですよ。やばいでしょ。なんか久々にこう持ってみたらねちょっとまた久々に使い始めようかなと思いましたね。はい、そして忘れちゃいけないこいつですよこいつ。もうねソニーのアルファの APS-C のもうね動画ユーザーは必ず持っています。アルファ6000系の人はね必ず持っている動画レンズじゃないんですよね、うん、SELP の 18105G ね、だって 18mm から 105mm 換算すると 27mm から 157mm
の F4 同士の電動ズーム、これが入って今ね確か5万後半ぐらいか6万しないでこの高倍率のズームレンズが買える、うん、ねえ、だって今言ったレンズね全部あの5万円まあこのレンズはね SLP は5万超えますけども他は全部5万以下で買えるというですね、破格のこの APS-C の E マウントはね破格のね値段でね売ってるっていうね、もういいですよね。これはねフルサイズになってくるとね一気にガーンとねあの値段が上がってくるっていうですね、それがね僕がねあのフルサイズになかなかいかない理由ですよね。うん、レンズが高いとカメラも高いけどもレンズも高いとねもうねお手上げですよ僕は。はいね、あのこのレンズ APS-C はレンズがお手頃なのが多い、これがねやっぱいいポイントですよね。うん、そう、あとは何かな、やっぱこう久々にこのレンズ最近ねやっぱりねシグマの DN シリーズ DC-DN シリーズを使ってるとねなかなかこいつの出番が出なくなっちゃったんですけども、こいつこうそうな、これですよ。だから、うん、そうなんですよ。そう、このねアルファ E マウントはですね、しかもまあ APS-C でいうともうねレンズが愛着が湧きすぎるっていうね、だって 18mm から 105mm で F4 同士で5万半ば後半で買えちゃうんですよ。 F1.4 の単焦点が3万円台で買えちゃうんですよ。ね、それでボディに手ブレ補正も入ってる、カメラもある、うん、4K が撮れる、高速連写もいいですよね。うん、11コマ、うん、そしてうん、オートフォーカスも早いね。え、まあいろんな意見がありますよ。やはりあのメニュー項目が分かりにくいとか操作性ですよね。でもまあ僕使ってて、まあ、つか僕はソニーのこの E マウントのですね APS-C のカメラしか使ったことがないので何とも言えないんですけども、まあ慣れちゃえばいいんじゃないですか。うん、カスタムボタンもあるしファンクションボタンもあるし、うまいこと使えますよね。うん、で、そうそう、α6600 からは、この内蔵フラッシュがなくなったみたいですね。はい。このフラッシュアップのこう、ポンっていうね、内蔵フラッシュ。これね、なかなか良くて、指で上げるとね、天井バウンスがね、できるんですよね。はい。そうそうそう。これね、結構助けられましたね。うん。指で、こうフラッシュを上に上げながら天井バウンスを結構しましたね。こうやってこうパシャってね、うん、これもね僕結構気に入ってんすよね。うん、ちょっとした時になんか写真を室内で撮ってて光量がちょっと足りない時ってあるじゃないですか。その時にねこのフラッシュアップの上向けてこう指で押さえながらね、バウンスしながら撮るっていうのはね、結構ね、助けられましたね。はい。そんな感じでね、うん。いろいろとね、ソニーの E マウントのね、お話をしてきました。はい。いろいろと、だらだらと話してきましたけども、まあ何が言いたいかと言いますと、このソニーのアルファ E マウントは、オートフォーカスが早い。コンパクト。手ブレ補正が入っている、いろいろ詰め込んでありますね。はい。そして APS-C でいうと値段が安い、うん、レンズは値段が安い、この辺がねこのソニーのアルファのね魅力なんじゃないかなと思います。はい。そしてこのアルファ6600が今日発売されますとまた一段とねこの底上げがしますよね。うん、でさっきからアルファ6600としか言ってないですけども、
6100もね今日発売しましたのでね、そちらの方もねぜひチェックしていきたいと思いますね。うん、そうね、この α6100 は手ブレ補正、ボディ内手ブレ補正とピクチャープロファイルが使えないっていうだけで、あとオートフォーカスとかはねそのまま入ってますので、これもなかなかね面白い機種じゃないかなと思います。予算に余裕がない方なんかはこの α6100 でもいいんじゃないですかね。うん、ってな感じで今日はお話ししていきました。はい、そんな感じでね、いよいよ α6600、6100が発売されました。今後もねこのソニーのねミラーです、楽しみですね。ということで、この動画、まあ今日の動画は全然参考にはなりませんけども、参考になったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。